暑い。いい感じに湧いてる、ね、めっちゃ湧いてる。暑い。じゃあキャンプの夜の楽しみ方を俺が教えてあげましょう、うん、じゃあ問題ね、うん、もうそれっけ、めんどくさいの。答えられなかったらはずいじゃん。そういう心配。とある男の人がいました、うん、で男の人は川を渡ろうとしてるんだけど、うん、問題があります、うん、そこには船が一隻、うん、男の人と何か一つしか乗せれません、うん、で男の人はその時狼と羊とキャベツを一緒に運んでいって、で船で川を渡ろうとしてるんだよ、うん、でそのうちの一つずつしか運べないの、うん、でそこで問題が起きました、うん、狼は羊を食べます、うん、羊はキャベツを食べます、うん、だから最初に狼を運んじゃうと、うん、待ってる間に羊がキャベツを食べちゃいます、うん、だそういう問題があるから、うん、どういう風に運んだらいいでしょうかっていう、狼が羊を食べるんだけ、そうそう、羊がキャベツを食べる、そう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 、狼が羊を食べるんでしょ、まず羊を運ぶ、うん、はい、で戻る、はい、いいんだよねそれで、うん、戻る、うん、で羊を運んで戻る、で 奥でしょ、うん、で戻るでしょ、うん、でキャベツを乗せて、うん、キャベツを運ぶ、うん、キャベツを置いて羊を乗せて戻る、うん、羊を置いて狼を乗せて渡る、うん、狼下ろしてまた戻って羊を運ぶ、うんうん、おおすごい、すっげえドヤ顔した。すっげえドヤ顔した今。ウケる。ここ編集ないからね。一発だからね。でもこの問題結構面白いよね、うん、まあ、頭の体操にはなるよね、うん、頭の体操しないとほんとさ、うん、言葉は出てこないわさ、そう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 、人の名前は出てこないわさ、うん、これは困ったよ本当に、うん、ちょっと暑い時とかあるもんね、そう、逆にね、よし、じゃあ先に寝るよ、はい、おやすみ、間違いなく爆睡、うん、寝れた、うん、まあまあ風が強かった、風が強かった、言ってたから目が覚めた、ちょこちょこ、はい、おはようございます、おはよう、おはよう、おはよう、今日全然大丈夫で、寝癖がない、あんまりない、マジ、私髪やばくない、結構ヤマンバになってない、髪もだけど顔がやばい、うつせねえそれは。
美味しくなーれ、美味しくなーれ。釣り人が1,2,3,4,5,6人ぐらいいるな。あの堤防がですね、めちゃくちゃ高くて普通の玉だと届かないんですよね。青物がよく回ってくる堤防です。なんか一人で盛り上がってるね。わかめスープ作ろうと思う。こんだけ鹿袋の中になかった。マジウケる。わかめスープのわかめがこんだけ。でも今日はまだ失敗が少ないね。今日は違う、今回はまだ今から系。何目線ですかそれ。はい、どこから目線ですか。上から目線かって言いたいの。何を送る。チャーハン。あ、チャーハン。そう。ああ、それでご飯いっぱいいるって言ったの。そう。あ、そうなんだ。いっぱい持ってきたね。いっぱい持ってきましたよ。たくさん食べられるように。で、ゆうべなんであんな風吹いたかな。だからよ、それもほんと1時間ぐらいだけね。うん、結構テント揺れたよね。揺れた揺れた。ちょっと心配になったもん。うん、大丈夫かなって。この後ちょっとずつまた風が吹いてくる。やっぱり気温が上がるとどうしてもね、うん、風が出てくるよね。高菜チャーハン。高菜チャーハン。決していい綺麗な絵面じゃないんだけど。やばい、いろいろさ。あ、ご飯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 。はいはい、見るよ。いいよ、オープン。あ、いい感じじゃん。お、今回も上手だった。はい、早い。あ、いいねいいね。あ、いい感じだよ。いい、あ、せプロじゃんもう。ね、ちょっと極めつつあるだからよ。めっちゃ上手じゃん。今回はお焦げはない。もう全然ない。ちょうどちょうどちょっとゆるいね。ちょっとフライパンじゃなかった。スキレットがちっちゃい。うん、少しね。もうちょっと大きいのが欲しいね。ご飯をもいっぱいいっぱいで炊いたからさ。あ、塩。あ、醤油さっき出したのに今探しに行ったの。ん？違うよ。なんで？で、なんかそんな風だと、あ、ここにあったみたいな。違うよ。醤油なんてここにあるのは分かってた。いい感じに。おー、ごまが。よいしょ。じゃあ食べよう。はい。はい、いただきまーす。お、美味しい。美味しい。うん。うん。煙が来る。目がシパシパする。たまには料理作ってほしいな。おいしいね。たまには料理食べた。私も人の料理、人が作った料理を食べた。
作れますね。うん、やっぱ 1.5 個ちょっと多いんだな。だって蜂蜜はね甘いからね。これだってちょっと酸味があるもんね。これ蜂蜜レモンじゃないの。あ、ホットレモンだね。うん、蜂蜜仕立て。どう？あ、ちょっと美味しくなった。あ、そう。うん、まあ入れないよりはマシ。そうなんだ。うん、よくわかんないね。でもね、ちょっとホットレモンの味もするね。うん、昨日ね設営したこの新しい形、うん、まあ、うちにとっての新しい形でね、うん、一晩寝たわけなんですけど、まあ結構良かったですよね。うん、まあ、若干ね風に吹かれて揺れることはあったんだけど、うん、まあ特にこれといって問題はないなかったね、うん、の設営方法かなっていう感じですね。はい、でまあ気になったところをね、うん、補足としてちょっと言っていこうかなと思うんですけど、うん、まあ、まずあのポールね、うん、向こうはこけそうになってないよね、うん、なってないよ、つまずいただけ、思いっきりーって感じになったあれがポール、うん、約30ミリぐらいのちょっと太い大口径のポールで、うん、あいつは問題なかったんですよ。うん、でこいつですね、うん、ちょっと風が吹くたびにこうしなってたんですよね。うんうん、でそこがちょっと怖かったかなっていうのが1点、うん、だからこの形をもうしょっちゅうするんだったらもう太いのがもうワンセットいるかなっていう感じです。まあ、まあでもこれいいよね、前が広く取れるしさ、うん、この設営方法はいいんだけど、使いやすいよ、ね、使いやすかったけどね。で夕べもね、12時まで焚き火してたんだけど、うん、寒くなかった、まあ、風はどこから来たんだけど、うんうんうん、上からの冷気っていうのがなかったから、うん、まあ、結構快適に過ごせたんですよ。うん、でこの設営方法はね、またするんじゃないかなと思います。はい、で今そのポールを言ったんですけど、うん、ポールとあとこれガイロープですね、うん、前の方はやっぱり2点引っ張らないとちょっと不安、うんうんうん、今斜めに1本なんだけど、うん、できればねこっちのタープに対して直角方向と横方向と、うん、前のこの2本に関しては2本ずつ引っ張った方がいいかなと思います。さらに、さらに、あ、そうなの、さらにっていうかこれを取って、うん、こっちの真横とこっちの横と、うん、タープに対して水平と直角に垂直に、うん、ってなるとこの横方向、こっち方向もこっち方向も煽られないからさ、うん、風でよりしっかりなるんじゃないかなと思いました。で今このタープで言うとここも張れるんですよ、うん、だからここも張った方がいいんですけど、うん、このガイロープの数が足りないんで、うん、これなんかもね、もうちょっとあった方がいいかなっていう感じですね、うん、向こうは張ってないんですよね。で今回は本当だ、ね、うん、こっちからの風が強かったから、うん、もうこっちを一応張ったんだけどさ、うんうん、カラビナ引っ掛けてさ、うん、まあ、もしかしたらこのロープにもカラビナをつけとって、うん、ここに風ってこうかけるだけだったら早いんですよ、うんうん、ものすごくね、うん、でここと向こうの反対側と、うん、まあ、そこもね、うん、引っ張れれば引っ張った方がより安定するんじゃないかなと思います。うん、でうちのこのタープは 5.4 メーターだったっけ、かんな、長いのよね、うん、でここがほらここ見てこの小川式のベルトで今引っ張ってるんですけど、うん、これがタープを支えてくれてるのね、うん、そうそう、タープを支えてくれてるんですけど、うちのこのスームルームのその 5.4 メーターだったと思うんですけど、うん、のタープに対して長さが足りないんですよ、うん、4メーターぐらいだったら全然これだけでいいかも、うん、足りるよね、うん、足りる、本当ちょっと足りなかったっていう感じだもんね。そうそう、5メーターのタープ使ってる人少ないから、うん、まあ、ほとんどはもうこのベルトを買うだけでいけるかも、今この張り方は、うんうんうん、下の方はもう直で打ってるからさ、うん、タープを地面に、うん、でもこれは心強かった、うん、これいいね、うん、全然タープに負担かかってないもん、そうそうそう、買った方がいいと思います。これはまた多分こういう形で設営はするな、うん、するよね、風の強い日は特に。そう、あとね、次に思ったのがここなんですけど、この両サイドを、まあ、昨
引っ張ってるって説明したんですよ、うん、でこれをねここにこうここにこういう風になんかでこうカラビナかなんかで引っ掛けれれば、うん、これをねさらにここにカラビナでここに引っ掛けれたら、おお、なるほど、うん、シートがもうちょっとこう上がるから、うん、上にさ、うん、中が広くなります。あ、確かにだね、うん、なんかそれは思った。あ、まあでも寝るのに全然不便はなかったけどね、うん、やっぱりいつもここにポールを立てるよりは若干やっぱこう下がってから下がるよ、うん、10センチぐらい下がってるのかな、うんうん、だからここにさ今これにカラビナでこうかけてあげると、うん、まあ、より高さが出るんじゃないかなと思いますね。あ、確かにね、うん、本当だ。まあその時は指はこれをさ向こう側にこういう風にしたんだけど、うん、もしここにあれをかけるんだったら、うん、紐をかけるんだったらこれができないから、うん、その時はこういう風になんかでこう巻いてあげて、うんうん、ここにさほら1本あるのよ、うん、ここにほら中にね、うん、中にこいつを工夫してここに1本あるから、うん、工夫してここにこう引っ掛けるとか、うん、ここにコンボスやったらね、うん、こいつをこう引っ掛ければこれが以上直せます。もともとほらここの穴はさロープで吊るせるようにだから、うん、まあそうだ、ね、いいんだよね、うん、だ1本でいければもうそれで済むんだけどね、うんうん、端から端まで1本でこういってここを通してあげる。ああそうだね、うん、でこの尾が式のベルトを使うんだったらカラビナで引っ掛けた方がまあ、簡単かなと思いましたね。うん、ね、日差しがすごいけど、うん、そう。それではこれから撤収して帰りたいと思います、はい、じゃあまた次のキャンプか、はい、次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。